ネモ船長は、不思議の海のナディアの登場人物の一人。万能潜水艦ノーチラス号、さらには、万能戦艦ニューノーチラス号の船長として、地球征服を企む秘密結社、ネオ・アトランティスと戦った人物である。ジャン君と言ったね。はい！私を艦長とは呼ぶな。この船は軍艦ではない。ネモ船長の活躍。物語での初登場は第4話、万能潜水艦、ノーチラス号より。古代アトランティス文明の力で世界征服を目論む秘密結社、ネオ・アトランティスと戦う万能潜水艦、ノーチラス号の船長として登場した。かつてはアフリカ大陸にあったと言われるタルテソス王国の国王で、宰相であったガーゴイルのクーデターによって国を乗っ取られてしまう。ネモは、古代文明の力で世界征服を企むガーゴイルの野望を阻止するため、バベルの塔と呼ばれる古代兵器を自爆させることによって、自らの手でタルテソス王国を滅ぼした。その後は本名を捨て、ネモと名乗り、ガーゴイル率いるネオ・アトランティスに恨みを持つ同志を集める。さらに数年の月日をかけて、古代アトランティスの遺産である宇宙船を改造し、万能潜水艦、ノーチラス号を完成させた。それからは、ネオ・アトランティスの潜水艦、ガーフィッシュを相手に、各地で戦闘を繰り広げる。そんな航海の最中、ノーチラス号は、壊れた航空機に乗って海上を漂流する、とある二人の子供を救助する。それこそが物語の主人公ナディアとジャンの2人で、ナディアは昔生き別れたネモの実の娘であった。しかしネモはナディアと顔を合わせることなく、ノーチラス号で修理を終えた航空機に乗って2人は旅立ってしまった。だがその後2人は偶然にもネオ・アトランティスの基地がある島へとたどり着いてしまい、ネモの娘、つまりは旧タルテソス王国の王女であったナディアがガーゴイルに捕らえられてしまう。そんなナディアたちのピンチを救ったのはネモの乗るノーチラス号であった。再びノーチラス号に助けてもらったナディアはネモと再会する。ネモはナディアが自身の娘であることに気づくも、それを口にすることはなく、ナディアはネモが生き別れになった父であることに気づくことはなかった。ナディアが目の前に現れ、さらに共に航海を続けていくことで、たとえ非情な手段を使ってでも、打倒ネオ・アトランティスという目標を必ず果たすというネモの中の信念が、知らず知らずのうちに薄れていくこととなる。ネモはナディアたちと接触していくうちに、優しい父親へと戻りつつあった。卑怯者、大人なんて大嫌い。ナディア、悲しいことを言うものではない。もちろん打倒ネオ・アトランティスという目標は忘れていなかったものの、それを快く思わない人物がいた。ノーチラス号の副艦、エレクトラである。ガーゴイルの乗る空中戦艦が、ノーチラス号の目と鼻の先にいる状況で、エレクトラが自爆を進言した際も、ナディアの乗るノーチラス号を自爆させることに対して、ネモは首を縦に振ることはなかった。そんな、ネオ・アトランティスの空中戦艦との戦いで、激しく傷つき沈みゆくノーチラス号。そんな中ネモは、娘のナディアら子供たちを船長室へと移動させ、脱出させようと試みる。そしてネモがブリッジへと戻ると、そこには拳銃を自分に向かって構えた、エレクトラの姿があった。実の娘であるナディアが目の前に現れて、ネモが変わってしまったことを嘆くエレクトラ、さらには通信機でその事実を知るナディア。しかし、ネモが自身を実の娘のように大切に思っていてくれていたことを知り、エレクトラは自決しようとするも、ネモに止められる。命を粗末にするな。生きて、自分のすることを考えろ。人は憎しみだけでは生きてはいけない。そうじゃったな、船長。そしてネモは、ナディアに別れの言葉を投げかけて、ナディアたちの乗る船長室をノーチラス号から切り離したのであった。
こうしてノーチラス号とともにネモたちは生死不明となった。それから月日は流れ、旧タルテソス王国跡地を訪れたナディアはガーゴイルに再び捕らえられ、一緒にいたジャンたちもピンチに陥る。そんなジャンたちの目の前に現れピンチを救ったのは、ネモたちが乗る発掘戦艦、ニューノーチラス号であった。ネモたちは、古代アトランティス文明が残した海底トンネルにたどり着いたことで、一命を取り留めていたのだ。そしてネモは、旧タルテソス王国の地下深く眠る万能戦艦、ニューノーチラス号を発掘し、ガーゴイル率いるネオ・アトランティスと最後の決着をつけるために再び対峙するのであった。ガーゴイルの乗る巨大宇宙円盤、レッドノアとの戦闘は熾烈を極め、なんとかレッドノアの内部へとたどり着くネモたち。そこで自身の最小であったガーゴイルと娘のナディア、さらには生き別れとなっていたもう一人の我が子ネオと再会する。ネオは機械人形となってガーゴイルの操り人形と化しており、その姿を見て憤るネモ。しかしネオは最後の力を振り絞り、人の意志の力を見せ、捕らえられ操られていたナディアを救出することに成功するも力尽きる。さらにはナディアの愛する少年ジャンもナディアの目の前で命を落としてしまう。ネモも凶弾によって倒れるも、エレクトラの通信を聞いたニューノーチラス号がガーゴイルを攻撃。ニューノーチラス号の砲撃によりガーゴイルは絶命。こうして全ての戦いに決着がついた。ジャンの死に悲しみに暮れるナディアに、ネモは自身のブルーウォーターの力を使ってジャンを蘇生することができるはずだと伝え、ブルーウォーターを手渡す。それにより無事ジャンは蘇生するが、瀕死の状態であったネモはブルーウォーターの加護を失い、さらに重傷となってしまった。そんな中、最後まで地球への帰還を諦めないネモやエレクトラたちは、ニューノーチラス号で大気圏へと沈みゆくレッドノアからの脱出を試みるも、大ダメージを負っていたニューノーチラス号は、レッドノアの内部で動かなくなってしまう。ネモは、レッドノアの中にあった宇宙船へとナディアたちや自分以外のクルーを移乗させ、自身は一人、ニューノーチラス号のブリッジへと残った。そしてナディアたちを無事レッドノアから脱出させるために、ニューノーチラス号の手法で脱出路を切り開く。ナディア、どんなことがあっても生きろ。その直後、ネモの乗るニューノーチラス号はレッドノアと共に大気圏で爆散。こうしてネモは愛する娘ナディアが見守る中、ニューノーチラス号と運命を共にしたのであった。ネモ船長の人物像。万能潜水艦ノーチラス号の船長として登場した人物。立派なひげが特徴の46歳の男性で、海洋生物学者でもある。ノーチラス号は軍艦でないという理由から、クルーにはネモ船長と呼ばせ、艦長と呼ばれることを嫌っていた。もともとは旧タルテソス王国の国王で、本名はエルシスラ・アルウォール。ちなみに偽名のネモはラテン語で誰でもないという意味である。物語の主人公ナディアとネオ皇帝の父であり、古代アトランティス人の末裔で、ナディアと同じ青く輝く謎の宝石ブルーウォーターを持つ。そのためナディアと同じように動物と話をすることができ、南極には友人のクジラがいる。ちなみにナディアおまけ劇場では、ナディアが超わがままな娘に育ったことに対して、すまんと一言だけ発言した。モデルは小説海底2万マイルに登場するネモ船長で、パイプオルガンを演奏する点もこれに由来している。見た目は冷静沈着な人物に見えるが、中身は意外と熱血感。ちなみにこれは当初のキャラクター設定では冷静沈着なキャラ設定であったものの、声優を担当した大塚明義の影響を受け、熱血感な部分が垣間見えるキャラクターになったとのこと。ただし基本はやはり冷静沈着で生真面目な人物であるものの、グランディス・グランバーの作った料理の見た目に戸惑ったりと、劇中ではコミカルな部分も一瞬だが垣間見せた。
ナディアと再会するまでは非常な性格であったと思われるが、それはネオアトランティス打倒をどんなことがあっても成し遂げるという強い意志からのものと思われ、エレクトラからも当初は人間全部お嫌いなくせにとまで言われていたほど。なかなかしっかりした子供たちのようですね。私は子供は嫌いだ。人間全部お嫌いのくせに。ちなみにマリーの島でネオ・アトランティスと戦っていたグラタンに乗るグランディスたちを助けようと言い出したのはネモである。またノーチラス号の副官であったエレクトラとは恋仲にあり、劇中のラストではエレクトラはネモの子供を身ごもっていた。ただし物語前半でのエレクトラとネモの関係を見る限りでは、恋仲となったのはノーチラス号が沈んで行方不明になっている間であったと思われる。ちなみにこういったネモとエレクトラとの恋愛設定にはテレビでは描けなかった裏設定も存在していたとのこと。物語の第22話から36話まで一時離脱し登場しなくなるが、再登場の際はありえないほど髪が伸びていた。ちなみにその期間は作品内の時間で1年も満たない短い期間のはずだが、髪が腰まで届くほどの長髪となっている。ただしネモはナディアとたった2人しかこの世に存在しない純血のアトランティス人であったため、それが原因なのかもしれない。これも実は当時長髪であった大塚明夫氏のヘアスタイルが参考にされたと言われている。最後に彼の造形のモデルだが、超時空要塞マクロスの艦長であるブルーノ・ジェイ・グローバルを参考にしていることは言うまでもないだろう。ネモ船長という人物は冷静沈着でありながら熱い部分を持ち、船長としても父親としても尊敬できる人物で、まさにグランディスの言う男の中の男といったキャラクターであった。ちなみに劇中ではグランディスの空想の中ではあるものの、なかなか見ることのできない王子様のようなネモ様の貴重な姿を拝むことができる。ネモ様、Como está, señorita? Grandis. 以上がネモ船長という人物の詳細である。当チャンネルでは、さまざまなアニメに登場する機体解説動画やキャラクター解説動画をはじめ、企画動画など自称楽しい動画が目白押しです。ぜひ興味のある方は動画概要欄にある当チャンネルのリンクから好きな動画を探していただけると嬉しい限りです。最後に動画作成の励みになりますので、ぜひチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。それではまた別の動画でお会いしましょう。